物質ケミカルエンジニアリングのように企画段階から設計をして予算を立てて施工を見て保全も行えるというところは、うちならではかなと考えております。3年目ぐらいになると、大体のことは一人でできるようになってきて、デメリットとしては、その分毎回勉強しないといけないっていうことになると思います。どんどん成長できそうだなって思いました。一生勉強かもしれないですね。メイキャリナツタキです。今回は三菱ケミカルエンジニアリングの建築グループでご活躍されている吉田さんにお話を聞いていこうと思います。まずは簡単に自己紹介をお願いします。三菱ケミカルエンジニアリングの吉田圭介です。2015年入社、7年目の社員で現在建築の設計施工管理を担当しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今具体的にどのような業務をされているのか教えていただきたいです。三菱ケミカルを中心とした、化学業界のお客さんを中心に、数百万円から数十億円程度の、建設業界の案件を担当しています。幅広いんですね。そうですね、化学業界だけじゃなくて食品であったり物流であったり樹脂であったり、様々なお客さんとお仕事をさせていただいてます。周りにはどのような方が多いですか？とてもですね、紳士的な人が多くてですね、冗談も言い合いながら、若手と先輩に囲まれて、毎日仕事をしているという。すごく楽しそうな環境ですね。はい、そうなんです。どういった働き方をしているのかイメージがわかないので教えていただきたいです。設計をしている、作業の時はパソコン中心、工事が始まったら、都度見に行くということが多くて、半々というイメージですね。吉田さんがそのこれがやりがいだなと思う瞬間などがあれば教えていただきたいです。自分で設計した建物の構造物が目の前で出来上がっていく姿を見て、実際出来上がると、やはり感動を覚えることが多いですね。あとはお客さんから感謝をされた時に、非常にやりがいを感じることが多いです。三菱ケミカルエンジニアリングならではの仕事など何かありますか？我々の仕事の場合はお客さんから企画段階の仕事っていうのを依頼されることがあります。設計が進んでない段階での仕事になりますので、そういったところから意見を反映させていただいて、より使いやすい工場にしていくっていうことが、三菱ケミカルエンジニアリングならではの仕事かなと思います。どういった仕事が一番大変だなって感じますか？案件ごとに関連する法規が違って、法律とか条例ですね、多数かかってくる案件、建築基準法は消防法であったり危険物であったり高圧ガスであったり、そういったところで、いろんな官庁の人と協議をして進めていく、といったところの申請関係と工程の調整が非常に大変だなと感じます。法律と関わってくるんですね。ノルマとか目標とかって厳しかったりしますか？ノルマは特にないですね。与えられた、任された案件ごとに、予算を達成する、法規を遵守するってことはあります。わかりました、ありがとうございます。入社の動機だったりだとかきっかけを教えていただきたいです。大学院の時に工場建物の研究していたこともありまして、生産施設の設計施工に携わりたいなと思いまして、エンジニアリング業界に興味を持ちました。その中でも、三菱ケミカルは非常に、業界の根本に関わる製品になる元の素材を作っている会社になりますので、産業に与える影響が非常に大きいということから入社を、考えるきっかけになりました。他にどんな業界であったりだとか企業とどのような点で悩みましたか？他にですね、設計事務所であったりゼネコンなども考えていたんですけれども、設計事務所さんですとやはり設計だけになりますし、ゼネコンに入ったところでも、設計の部門に入ったら設計だけ、工事管理の部門に入って工事だけという形になりますので、三菱ケミカルエンジニアリングのように、企画段階から、設計をして、予算を立てて施工を見て保全も行えるというところは、うちならではかなと考えております。わかりました、ありがとうございます。やはりその専攻と今の業務っていうのは関係があるんですか？私の専攻は、建築学コースで、建築学という意味では、専攻は関係あると感じですね。専攻についてアドバイスなどがあれば教えていただきたいです。正直ベースに面談に臨んでいただいて腹を割って話すということがいいのかなと思います。あとは、いろんな業界を調べてから本当に、エンジニアリング業界でいいのかっていうところを絞り込んでいただいて、検討いただくのがいいのかなと思います。うちの会社の場合は三菱ケミカルだけじゃなくて、いろんな業界の人と、いろんな業界のお客さんと
仕事ができるっていうところは、さらに幅広い知識、経験ができるっていうところは魅力に感じてもらえる点かなって思います。やっぱり幅広さが強みなんですね。ありがとうございます。一番苦労したことなどがあれば教えていただきたいです。化学プラントの設計になるんですけれども、機械との取り合いっていうところが、ありまして、学校の中にタンクであったりポンプであったりいろんな機械が入るんですけど、それを支えるために建築で対応するっていうことが、非常に多くて、でも設計変更であったりそういったところも多いんですね。でそういったところが、なかなか経験できないところなので、それが分からなくて苦労したことが非常に記憶にあります。一人前になるまでにどれくらいの期間が必要だったりするんですか？3年目ぐらいになると、大体のことは一人でできるようになってきて、それでも案件ごとに、つどつど勉強していって、なかなか一人前になるにはかなり時間がかかるのかなという気はしますね。一つの案件にかかる期間どれぐらいですか？数ヶ月で終わってしまう案件もあれば、2年とか3年とかあって仕事をする案件もあります。その専門知識がその乏しい中でいきなり社内外の人と接する不安っていうのはありませんでしたか？非常に不安ですね先輩社員も優しくフォローしてくれますし、建設現場の方も非常に優しい方ばっかりなので、周りの人にフォローしてもらいながら案件を進めていくっていう感じですね。皆さん温かいんですね。いろいろな経験ができると思うんですけども、そちらのメリットとあとデメリットも教えていただきたいです。メリットは、いろんな知識を身につけられるっていうところになると思います。案件ごとに、考える内容が違ったりとかしますし、お客さんも違うっていう中で違う分野の、建物に携わることができる。それから、その一つの案件の中でも機械担当の方であったり、電気担当の方であったり、計算担当の方であったり、いろんな分野の方が、携わってますので、案件ごとにいろんな知識を身につけられるっていうのがメリットだと思います。デメリットとしては、その分毎回勉強しないといけないっていうことになると思います。どんどん成長できそうだなって思いました。一生勉強かもしれないですね。具体的にどういったスキルが身につくか教えていただきたいんですけども。工程の知識はまず、どんどん幅広く、身につけることができます。設計の知識、施工の知識両方とも得られることと、当社では保全のところの業務に当たっていきますので、完工してから数十年経った建築物などもありますので、より良い設計施工に活かせるというところは身につくスキルではあるかなと思います。大きなプロジェクトにアサインされるのっていうのは入社何年目ぐらいなんですかね？1年目でもあり得ると思います。私の場合もですね、配属されてすぐに大きい現場の工事管理に担当させてもらったので、勉強がてら、大きい案件に携われるというところですね。今後どのようなキャリアプランを目指されているか教えていただきたいです。いろんな経験を積んでいきたいというところがありますので、今後は各場所、各事業所を転々と移動していって、あとは海外案件も少なからずありますので、大規模なプラントの案件も経験していきたいなと思っています。1日の仕事の流れを教えてください。8時25分に仕事開始になります。みんなでラジオ体操として体をほぐして、9時頃までに朝礼が大体終わります。で12時から13時でお昼休みを取って、ご飯を食べて机で昼寝をしてっていう感じで過ごしてます。で17時15分に定時退社になりまして、1日の流れとしてはそういう感じですね。設計の時はもう1日テレワークを取って家で仕事をしています。つどつどお客さんなどから電話が来ますので、その対応をしてパソコンを使って作業をして、工事が始まってしまったらどうしても現場管理で行かないといけないので、出勤をして現場の管理に赴くという感じで過ごしています。ラジオ体操が気になっちゃいましたそうなんですね。建設業界だとラジオ体操をやってる会社が多いので。そうなんですね。気持ちよく始められそうです。そうですね残業であったりだとか休日出勤っていうの多いですか？案件によって、忙しい時期、忙しくない時期っていうのがあるので、メリハリのある業務生活っていう感じですね。残業時間はそれによってまちまちですね。私の場合は休日出勤はなるべくしたくないなっていうタイプなので、日々残業を頑張って土日は絶対に休むぞっていう気合で頑張ってます。四日市の中でずっとその仕事されてるのか、四日市の外にその現場に行ったりとかされるんですか？三菱ケミカルの構内の仕事であれば、この四日市の周りで作業というか仕事をさせていただいて、外販の仕事をしているときは私の場合は静岡、滋賀県の現場であったり担当させてもらってますね。
入社して初めて四日市にいたとおっしゃってたんですけども、その四日市の生活ってどのような感じですか？で、まあ、最初は独身寮があってですね、年代の近い人だけで、ワイワイ楽しく生活しているっていう感じで、平日は晩ご飯とかも出してくれるので非常に楽な生活をしてました。で、まあ、1時間ぐらいで名古屋にも行けるので買い物にもそんなに困らないですし、結構便利なとこですよね。生活しやすい方なのかなって思います。入社前に学生時代はこう過ごしておくといいよみたいなアドバイスなどがあればお願いいたします。専門的な基礎知識身につけておいてほしいなと思いますね。まあ、その他はですね、もう連休しか旅行行けなくなってしまうので、ぜひ学生のうちに海外旅行に行って遊んでほしいなって思います。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。大小さまざまな規模はあるんですけど、まあ各、ゼネコンさんとも、お仕事はさせていただいてます。音ですよね。なんか音が入ってしまっていて、さっき。あ、そうなんですか。工事、ちょっと隣で大きい重機が。あ、そうですよね。それはそれで現場それであれがあったので大丈夫です。